名古屋グランパスは出場停止明けケネディ中村直史が戻って前々節と同じ11人となっています。一方セレッソ大阪故障の南野に代わって今日は左サイドに楠上が入っています。今日もワントップは日本代表の柿谷です。前半の35分です。これは名古屋藤本のシュートのシーンですね。あのいいくさびがね、ケネディに入って、はい、そのね落とした棒を藤本は絡んでシュートになったんですけどね、はい、まあ、ブロックされてしまいましたけども名古屋の形ですよね。そして前半39分は柿谷のボレーシュートです、はい、セレッソのボールポゼッションから右サイド、はい、クロスをね、ボレーで狙ったんですけどね、はい、ヘディングでもよかったなって気がしますけどね。なるほど、柿谷はこれが好きでしょうね、はい、前半41分名古屋の攻撃、これはケネディの股抜きのパス、はい、これはねカウンターアタックでね、ケネディが、まあ、股を狙ってちょっとボールは弱かったんですよね、はい、鎌田が追いつかなかったんですけど、よくカバーしましたね、はい、ね。そして前半アディショナルタイム、はい、これはね絶好のチャンスだったですね。折り返しをもう一度ボール返してヘディングまで持っていったんですけどね、はい、さあそして後半なんですが立ち上がり早々トゥーリオが右足を怪我しました。このプレーなんですが、はい、右足にマスカーの体重が乗ってしまったんですよ ね、 そ、 うですね。そして後半の23分です。これはニアサイドに入った柿谷のシュート、はい、まあ、この辺りはねあの早めにアリクロスというかね、はい、低いボールで飛び込んできましたね、はい、そして後半25分途中出場の矢野貴章選手が直後にこのプレーが出ました。いいボール出たんですけどね、はい、うまく決めれなかったですね、そして後半29分は長井のスピードを生かすプレー、はい、まあ、ここもね、よくセレッソのディフェンダークリアしましたよね、はい、まあ、長井のスピードが出たシーンでしたね、はい、0対0のまま推移して後半の42分、縦パス1本入りまして柿谷、まあ、これはやっぱり柿谷が素晴らしかったですね、はい、あのもちろんあのファールだってことで名古屋のディフェンダーがちょっとね、躊躇した瞬間を狙われましたよね、はい、それにしてもいいタイミングで飛び出してキーパーをかわして冷静にシュートですから、やっぱり乗ってる選手ですよね、はい、今日日本代表ザッケローニ監督も視察に訪れていましたが、その中で均衡を破る1対0、これが後半42分、しかし直後後半43分、はい、今度はねここのところよく粘ってね、はい、矢野選手が走りましたけど、ここもねいいランニングですよね、はい、縦にボールが入ったところちょっとずらしてもらったボールを運んでいきましたからね、粘りがちですね、はい、わずか1分後の同点ゴール1対1、名古屋グランパスが粘りを見せて追いつきました。そして1対1のままアディショナルタイムはなんと7分という ね、 うね驚きましたけれども、そのアディショナルタイムに入りましてケネディのシュート、ボレーシュートね、惜しかったですね、はい、決定的かと思われましたがこれはポスト。そしてさらにアディショナルタイム、玉田からのクロスボール、このヘディングシュート惜しかったです、惜しくもという形になりまして、結果このままタイムアップ。非常に激しいゲームとなったんですが1対1、ドローに終わりました。同点ゴール、矢野貴章選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて田中さん、はい、あの同点ゴール改めていかがでしたか。っていうか最初に聞きたいのはね、ストイコビッチ監督ね、で70分交代の時にどんな指示がありました。特に言われたことはないんですけど、まあ右サイドに入って、まあ、スペース結構空いてたんで、そこのところを自分としては狙っていこうかなと思ってました。で、まあ、点を取ったシーンもあそこから入ってきてランニングしてますけど、その前にチャンスがあったじゃないですか、はい、あれはどうしたの。いや、もうキーパー結構早く出てきてて、もうコースなくて、まあ、ジョシュアが見えたんでそこにパスしたつもりだったんですけど、もう本当はもうあの中に入ってきてくれるかなと思ったんですけど。なるほどね、はい、いやシュート打ったのかと思ってこっちから見てたらね、はい、あパスだったんだね、はい、でもその後のさやっぱりこう粘りがちっていうか、あそこはもう完全にもう決めれると思ったけどキーパーに触られてたじゃない、はい、上狙ったのあれ。いやニア狙ったんですけど、キーパーの手に当たって、
でも自分のいいところにこぼれてきたんで、まあ、あと申し込んだだけですけども。でも俺とすればあの最後のヘディングシュート、はい、あれ決めてほしかったんだけどな。そうですね、まあ、僕としてもちょっとボールがあの後ろ面に来たの、それとも。いや、ボール自体は非常に良かったですし、うん、自分自身も、こうタイミングよくジャンプできたんですけれども、まあ、少しこう気持ちだけが前に行ってしまったかなという感じはします。はい、でもあの交代で、ね、あの結果も出せたし、はい、で前節は、ね、まあ、ケネディというストライカーがいる中で、ね、途中で交代が出ることが多くとは思うんですけど、こういった形でどんどん結果出していけばまた可能性が出てきますので、ぜひ、ね、はい、あの名古屋グランパスのために頑張ってください。そうですね、まあ後半、まあ、いい調子で来ているんで、このまま、勝ち点を一つでも多く積み重ねていけたらいいなと思います。矢野選手ありがとうございました。ありがとうございました。以上、瑞穂陸上競技場からお伝えしました。